はい、では牧法について説明したいと思います。中国憲法でよく出てくるポーズですね。このようなやつです。ポイントとしては、伸ばしている方の足も曲げている方の足も足裏をしっかりとビタッとつけるということです。しかし最初のうちからこれは難しいので、最初はこれでもいいです。徐々に慣れていくうちに下げていって、最終的にこれを目指す。八卦掌には牧歩戦掌という技が出てくるんですけども、こういうやつですね。これもゆっくりと、最初はこのような感じでやっていきましょう。こうですね、最初はこう、このようにして、そして慣れてきましたらこのように下げる。しっかりこっちの手を伸ばす。はい、最初のうちの学んでいる最初のうちの人は腰は高めで、いいですので、これでゆっくりとじっくりと練習していきましょう。この牧歩という姿勢は、この足の付け根とこの内側の鼠径部をよく痛めるんですね。ですから慎重にゆっくりと練習していきましょう。